そうですね、やっぱりあそこまで、まあ、運べているようになってきているので、うん、そこでしっかりと、まあ、決めきるところはもちろん大事ですけど、やっぱそこにこう人数をかけてやることがやっぱ今日 の、 その、まあ、ロペのゴールもそうですけど、ああいうところにつながってきていると思うので、まあ、ああいう回数っていうのを増やして、ああいう時間帯を長くできるように、もっと突き詰めていきたいと思います。まあ、簡単な時にね、やっぱ向こう必要にありたいし、まあ、だいぶ下肢走って、その回数っていうのは増えてると思うんで、まあ、その先に、ね、あんまりこの子みんなでやっていきたいです。まあ 0-1 からいつもだったら得点取れずに終わるところを、やっぱりホームの多くのお客さんの力を借りて、まあ、ある意味チームが一つになって勝ち点3取りに行く姿勢っていうのを見せたと思いますし、でもそこでやっぱり勝ちきれないっていうのがまだ自分たちの実力だと思うんで、まあ、攻撃に関して言えば迫力だったり気迫だったりっていう部分で、やっぱりそういうようなものが出てくれば、やっぱり、まあ、相手にとって嫌な攻撃が今日に関してはできたと思いますし、見てる人にもやっぱそういうようなものっていうのはやっぱ伝わると思いますし、まあ、1点うちが取り返して、まあ、僕がアップしてたんであんまり試合後半見てなかったんですけど、まあ、横さんとか森保さんにちょっと前がかりになりすぎてるから落ち着かせてほしいっていうことを言われたので、まあ、そういうことを意識でやりました。今シーズン途中から出るのはまあはずだったんですけど、まあ、最後ね1本クロス、あれをこうどう合わせるかっていうのがやっぱ次の課題じゃないかなと思いますし、今日のゲーム的には外に見ててね、すごいいい試合だったと思いますし、みんなすごい走ってて、あの広島のやりたいサッカーがねできてたと思うんで、まあ、なかなか結果にねこうなかなかならないですけど、それでもあの今日は前進したと僕も思ってますし、試合は続くんでね、次にまた準備していきたいです。